った後ちょっと一回やってみたいことがあるんだよね。何を何を。はい、みんな盛り上がってるかーイエーイ、そんな高いとこから来ないでしょ、拍手とか普通。スカイツリーじゃねえぞスカイツリー、あ、イエーイ、なんか変な感じになりましたけど、愛が始まります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、本日のイベント MC は、即興エンタメユニットワールドセンスから、僕はマッツンと、はい、ミラコルこと佐原舞子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。というわけで今日のその長野フェス予選イベントというのは、今回のイベントはですね、8月の14日15日にあります長野県の菓子祭りという、大きなイベントがあるんですけど、それの最終予選ということで、今回、オーディション、オーディションですね。じゃあ、今日出るそのアーティストさん、そのバンドさんの中から選ばれし者だけが長野に行ける、そういうことになってるんですよ。これ長野に行きたいかー、行きたいかー、ということでね。でもしかしたら私たちも MC としてもしかしたら行けるかもしれないですよ。かもしれない。はい、ビデオもこう送られてますからね。で、あ、どんどん人が集まってきたんで、あの、もっともっとこう、あの、なんかこう盛り上がりやすい、来てくれないと私たち動き回っちゃいますよ。すごい近いですけどね、はい、どん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 前の方へ、ね、近いです近いです。さあ、というわけで、始まっていきましょう。よろしくお願いいたします。というわけで今日は、何組の、バンドさん、アーティストさんが集まっているのかな。今回はですね、全出演者が、8組、あ、7組となっております。出演者がですね、最初に山さん、そしてミキさん、マサユキさん、CK さん、赤月さん、スクスクさん、そして最後ステミューさんという、7組のになっております。はい、その中で選ばれたものだけが長野に行けるということになっております。というわけで早速、じゃあ最初の、はい、最初のアーティストから、最初のアーティストは山さん。山さんはですね、普段シンガーソングパフォーマーとして、活動されているということなんですけども、最近、はいはい、シンガーソングコメディーパフォーマーと名前を変えたということで、これちょっと気になりますね。ちょっと気になりますね、どういう感じなのか。じゃあちょっと早速見ていただきましょう。はい、シンガーソングコメディーパフォーマー山さんです。どうぞ。日本人のうち多分2000万人の心配性のあなたに向けて僕は歌います。山根心配性 1,2,3,4。 超気になるかと思いますけどね、ぜひともね、楽しんで頂戴な3曲歌いますよ。よろしく。じゃあね、早速聴いてください。僕の自己紹介ソングでもあります、 YAMA 山をテーマソング。 YAMA あなたのために歌います。 YAMA 山、元気になってね。いつもおバカなことを僕はたくさんしてます。だけど実はすごく真面目なやつなんです。こう見えても真面目だよ、真面目なんですよ。はーい、ワン、ツー、スリー、フォー。悲しい時は僕のそばにおいで。
もあるよ。泣く時もあるのさ。人間誰しも泣く時もありますよね。ワンダーゼイオン嬉しい時にも僕のそばにおいでおいで、一緒にこの歌を歌いませんか。ワンダーゼイオン YMLL でもあなたのために歌います。 YMLL元気になってね。 YMMYAMON あなたのために歌います。 YMMYAMON 元気になってね。改めまして、こんにちは、YMA シンガーソングコメディパフォーマーの山でございます。今日はあと2曲ほど歌いますけどもね、ぜひとも、皆さんにねちょっと楽しい気持ちをお送りしたいということで、ね、みんなにとって、笑顔の存在でありたいと願って歌っております。なんで今日はこいつ何者だと思ったらですね、ぜひともこの後声をかけてください。ではね、次の曲聴いてください。これはですね、僕の CD をこの後販売しております。1000円で売っております。よかったら聴いてください。それがメインタイトルでございます。では聴いてください。心配しよう。日本人のうち多分2000万人の心配性のあなたに向けて僕は歌いたいです。山根心配性 1,2,3,4 よし、はあ、家の鍵ちゃんと閉めただけになる。財布ちゃんと持ったかどうかも気になる。こんな僕だから愛しの君に嫌われちゃうとかなんやら全部失敗しよう。そんな僕は失敗しよう。直したいけど失敗しよう。いいな。忘れ物知ってない鍵なのドア開けて全部出してみちゃうよ。あこんな僕だから大好きなあの子に飽きな僕は失敗しよう。直したいけど失敗しよう。できないんだよできないんだよ。ああどうすればいいんだよな。失敗しよう。ああ僕失敗しようなんですよ。失敗しよう。ああどうすればいいのかな。どうすればいいですかね。失敗しよう。直したいけど失敗しよう。
どうすればいいの。あー失敗だよ失敗だよ失敗だ失敗だ。まだいくよ。もう一丁失敗しよう。はいはい失敗しよう。はいはい失敗しよう。はいはい失敗しよう。あー気になって気になって仕方ないよ。失敗しよう。はいはい失敗しよう。はいはい失敗しよう。あーどうすればいいか。はい失敗しよう。失敗しよう。はい、というわけで、強くで最後となってしまうんですけどもね、ちょっとね、まあ僕はちょっとね原点がですね、ストリートライブなんですよ。あのなんで川崎でもねよく、20歳か21人といった歌ってたんで、ちょっと今回はねあの最後の曲もあってちょっと生歌でちょっとここで歌いたいと思います。いや人生ね、やっぱ辛い時とか嫌な時っていっぱいあると思うんですよ。はい、いやでもね、やっぱね僕はね元気でいたいんですよ。うん、元気でいたい。うん、それが一番なんで、まあ自分自身での応援歌とぜひとも皆さんにね、今日来てくれた皆さんにもこうメッセージを伝えたいと思います。聞いてください。マイライフ旅はまだ終わらない路上バージョン。僕らの旅はまだ終わらない。間違いじゃないさあなたの夢、どんなものでつまずいても後悔せずに生き抜いて、涙流して笑えれば希望と夢の道のり、絶望という名の高い壁、繰り返し歩む。終わらない。くじけそうになっても諦めないで、チャンスは刻んで隣にあるさ。自分だけの楽園、マイライマイライ幼い頃描いた夢、今たどり着いたこの場所が、たとえ違っていても構わないから、僕らの旅はまだ終わらない。くじけそうになっても諦めないで、逃げてるのは結局自分でしかないよね。あなただけの楽園、マイライマイライ。どうもありがとうございました。山田でした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。もう一度山さんに大きな拍手をお願いいたします。はい、山さんね、すごいこうパフォーマンス。どうも、未来と書いてミキと読みます。ちょっと少ないですね。ぜひとも前の方に来ていただいて。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。最初はちょっと最初はちょっとしっとりとした曲をというか、まあ、全体的にアコースティックなんでしっとりっちゃしっとりなんですが、意外なカバーを、面白カバーをちょっとコンセプトにやっております。お、ちょっと男性陣が前に来て私はテンションが上がっておりますよ。じゃあいきます。
so fast now. Your standard is so fast. Don't know what you're expecting of me. Under the pressure, walking away with you. Cause I'm out the door. Just cause I'm out the door. Every step that I take to what I as a mistake to you. Cause I'm out the door. Just cause I'm out the door. I become so loud. I can feel you there. Become so dry. アコースティックアレンジさせていただきまして、私は3度の飯よりロックが大好きという、ので歌ってるんですけど、サマーソニックも毎年行ってまして、もう9年連続です。今年で9年目です。もう10周年まであともうちょっとって感じなんですけど、私はロックが大好きなんですが、実は椎名林檎さんも死ぬほど好きで、私のルーツとなっているアーティストさんなんですけど、まあ次の曲はその敬意を表しまして、カバーさせていただきたいなと思います。聴いてください。丸の内サディスティックエキスポバージョン。Playing up some lovers These kids are sighing Both for
紹介で中大ゼレシなってついでいない娯楽園 I didn't introduce the apostrophe the diamond put this mark on my no one appear by selfless business as I shall get you your honor got to be my bed I think I ちょっと微妙になっちゃったんで、で、まあ、何喋ろうかな喋ろうかなと思ってたらそんなに尺がないっていうことが分かりましたので、もうさっさとちょっと次の曲に行かさせていただきます。次の曲はですね、ちょっとまあ面白カバーの真骨頂とまで言うとあれなんですが、いろんな人がカバーをしていて、どういう風にカバーしたら面白いかなっていろいろ考えた挙句の結果っていう感じなので、ちょっとねこのイケメンがイケメンにちょっとスポットライトもらったのイケメンちょっと顔見えないですね。私が探してる、はい、いろいろ考えてアレンジを考えてくれたので、まあ、ちょっと、まあ、聞けば誰しもが知ってる国民的な歌だと思いますので、最後に聞いてください。
した。
ありがとうございます。ちょっと、2曲目行く前に椅子用意させていただきます。どうも、はじめまして。マセイキ、そこのタイムテーブルのところにマセイキしか書いてないんですけど、一応これから、フィーチャリングミシェルで一緒にやっていくんで、やってってるんで、ぜひ覚えてください。お願いします。基本、あんまし MC を考えてなかったんですけど、もう早速次の曲に行かせていただこうかなと思います。次の曲の説明はするした方がいいんじゃないかな。一応ですね、自分の失恋ソングになってますんで、はい、一応先月ぐらいかな、はい、出来たてほやほやの失恋ソングなんで、ぜひ聴いてください。 Miss youThank you.
ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。まさゆきフィーチャリングミシェルさんに大きな拍手をお願いします。いや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 、素晴らしい歌声ですね。歌声もおさることながらイケメン、もうイケメンで歌が上手いっていうのはもうモテますね。最終兵器ですよもう僕なんか絶対スーツ着てもね、おかしなことになりますからね。君はいいよというわけでね、まさゆきさんなんですけども、まさゆきさんが普段、作曲家でシンガーソングライターであるということで、そしてミシェルさんがですね、仮歌というもののプロ。仮歌とはどのようなものなんですか？シケです、はい、V ソングという、オリジナルの曲を、お送りしました。続きまして、南の一つ星という歌を、お送りしたいと思います。聴いてください。
Yeah.